岡山県野球場は岡山県岡山市北区泉町の岡山県総合グラウンド内にある野球場。施設は岡山県が所有し、岡山県総合協力事業団が指定管理者として運営管理を行っている。1951年11月完成。同月行われた日米親善野球大会アメリカ大リーグ選抜チーム隊。 パシフィックリーグ戦抜チームがコケラ落としとなった。この試合でパシフィックリーグ戦抜チームは日本のプロ野球チームとして米国プロ野球チームから初勝利を挙げた。会場以来、高校野球、社会人野球などアマチュア野球公式戦のほかプロ野球公式戦も数多く開催された。また、 1954年にパシフィックリーグに参入した高橋ユニオンズのチーム決断式と春季キャンプが行われ、その後も引き続き春季キャンプ地として使用された。しかし、1957年2月のキャンプ中に高橋ユニオンズは大英ユニオンズに九州合併され、チーム誕生の地である県営球場で解散した。1967年10月7日、 巨人軍が東球場での阪神タイガース戦に敗れたが、試合中にマジックナンバー対象チームの中日ドラゴンズが敗れたため VQ の3連覇が決定した。なお、2リーグ分で追後、2020年時点に至るまで巨人軍の地方球場でのセントラルリーグ優勝決定はこの時の岡山県営球場だけである。1971年に ナイター照明設備が完成。以後、阪神タイガース、広島東洋カープ、阪急ブレーブスなどが年数試合の主催公式戦を開催した。中でも阪神は1968年及び1974年と開幕戦を2度開催している。いずれも選抜高等学校野球大会の開催期間中であったことにより、 本拠地の阪神甲子園球場が使用できないことによる措置であったが、同一地方球場で2回開幕戦が主催された例は他に存在しない。内野スタンドしかし施設の老朽化に加え、交渉1万5000から1万6000人と、収容自民が少なく境外であったことなどから、1980年代から新たな県営球場建設の必要性が問われるようになり、 その後計画が具体化。1995年に岡山県倉敷スポーツ公園野球場が完成すると、プロ野球公式戦の開催はすべてマスカットスタジアムに移行し、県営球場は主としてアマチュア野球公式戦が中心となった。その影響でかつては様々なスポンサー企業がフェンスを含め球場内に存在したが、マスカットスタジアムに移ってからは、 ライトスタンド付近に残る地元のカーである大手ゅうだけになってしまった。2005年の晴れの国岡山国体開催に合わせ、県総合グラウンドの施設が一部改築され、県野球場も内野スタンドの外観をリニューアルした。なおデザインは、戸岡英二の手によるものである。四国アイランドリーグプラスは、過去に何度か試合を開催している。2006年8月、 四国四県以外で開催する初の公式戦として、高知ファイティングドックス対香川オリーブガイナーズ戦が行われた。その後しばらく、アイランドリーグの試合はなかったが、2011年8月14日に福岡ソフトバンクホークス3軍と香川との交流戦1試合が開催された。2013年は香川の主催試合として、5月18日と7月13日に、 公式戦が行われた。2014年も香川の主催試合が7月12日に開催されている。正面入り口。ありがとうございます。